皆さんこんにちは、メゾンブランシュの加藤です。ここのところ、いい天気続いてますけど、6月、もうしばらくすると嫌な梅雨が始まります。これからの時期というか梅雨の時期、白身の魚、イサキが、とても美味しくなります。これすごくおすすめです。それとハモが、少しずつ始まっていまして、関西では天神祭りまでは、このハモが、ハモ料理が主役になるようなんですが、私たちフランス料理店も、また違った形のハモ料理で、皆様に喜んでもらおうと、そう考えております。